おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりさないです。今回はマリオの日で結構大きな発表があったのでそちらを中心に確認していこう。当チャンネルの予想に反していろいろありましたね。ああ。フォロー役に呼んだサナエがいきなり地雷踏んだ。いや、かなりのダメージだったんかい？まあ、興味のないご視聴者様もいるだろうけど。このあたりは後半マリサからちょっと今後のことも語ってもらおうというところね。別に情報は朗報だらけなのに毎回面倒くさい時に呼ぶな。後半は見苦しいところもあるかもですが、よろしくお願いします。前半はちゃんとやってくれよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、いろいろ私としてはダメージあるんだが、そこは関係なく情報はお伝えしていこう。そこはマジで頼む。3月10日のマリオの日にいろいろ発表があったということね。以前にもお伝えしたが3月10日は英語表記だとマーチ、10、となりマリオと読めることから、英語圏ではマリオの人の認識があり、アメリカ任天堂中心にキャンペーンの告知は3月10日前からあった。まあ、お膝元京都の任天堂では特に目立った発信はなかったので、特に何かあるわけではないだろうと当チャンネル的にはしていたけど、日本時間ではマリオの日もそろそろ終わろうかという午後10時に任天堂チャンネルにて動画が公開となる。スタンバってたわけではないけど、ちょうど YouTube で動画いろいろ見ていたタイミングでした。まさかの宮本茂氏の登場で私たちにはない背筋も伸びましたね。まずは昨年大ヒットとなり、今だとアマプラで気軽に視聴もできる。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの新作を制作中との発表だ。制作は昨年公開となったイルミネーションとのタッグとなるわね。動画ではイルミネーションの創業者にして代表のクリス・メレダンドリ氏も登場しており、公開日もクリス氏より2026年4月3日とこの時点で発表となったのは大きいな。昨年公開のマリオ映画と同じく日本では2026年のゴールデンウィーク頃の公開かな。まあ、宮本氏が言っておられるが詳細は手応えを感じられる段階にて、ユーザーにお伝えするとのことで公開日に関してはまだ話半分で聞いていた方がいいかもだが、ただ任天堂はこんな感じでユーザーに情報発信する段階で、すでに大きな自信を持ってのものだと思う。逆に延期になったとしてもそれは宮本氏を筆頭に厳しいチェックを通らなかったということなので、どちらにしても何の問題もなし。ここに関しては絶大な信頼だな。現任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏の偉大さはこちらの動画をご確認いただければだ。概要欄にリンクを貼っております。新作映画については妄想がはかどる。ネタバレ注意ではあるけど、あいつは確実に活躍することになるでしょうね。今度はクッパは敵ではなく配管工兄弟と共闘でもいいと思う。ドンキーコングも次の活躍しろはディディ、ディクシーコングでしょ。そういう妄想は各方面で垂れ流しになるだろうな。そこを続けると本筋が進まんので割愛するが、この新作マリオ映画告知と次に、すでに発表されているペーパーマリオ RPG とルイージマンション 2HD の発売日が明確に発表されている。ペーパーマリオ RPG が5月23日、ルイージマンション 2HD が6月27日となるわね。ルイージマンション 2HD はホラー要素もありで夏発売の予定でしたけど結構早めとなりましたね。このあたりの発売日でいろいろ推測もできるので口述しよう。そして、任天堂オンラインではゲームボーイのタイトルにて、ドクターマリオ、マリオゴルフ GB、マリオテニス GB が3月12日本日より追加となっている。今考えると白黒でも違和感なく視認できるドクターマリオって相当考えて作られているんだな。さて、マリオ映画新作制作発表はゲーム業界ならずとも大きな発表となる。さっき霊夢さんが漏らした妄想以外でも大量のネタはあるので、3年に一度ぐらいのペースで新作映画は公開になるかもですね。その度にゲームでもマリオ作品がブーストするのか。そこだ。映画公開でゲームでも新作はリリースを合わせるんじゃないかと思う。まあ、映画公開の年に新作のマリオアンダー発売となりましたからね。と言っても映画公開は早くても2026年の予定だから、そんな予想に現時点で意味なんかあんの？いいじゃないか。さして現時点では意味のない予想を私がすることに意味があるんだ。やっぱり冷静予想っていたけど、それなりに壊れていた。これに関しては任大開催日時予想とかことごとく外すのをいじった霊夢さんに責任がある。合わせてスイッチの後継機も2026年の映画公開に合わせるかもしれんぞ。
それはさすがに遅くないか、と思うぞ。いいじゃないか。私が逆張りすれば未来は違う方に進むさ。面倒くさいモンスター産んでしまっているぞ。これに関しては私にも責任の一端はあるな。まあ、私だって YouTube にありがちな逆張りモンスターにわざわざなりたくはない。よかった。正気ではあるのね。とはいえ、スイッチは7周年を迎えて未だ本体売り上げは好調というゲームハードの歴史で見ても、未知の領域。私たちが持つ常識なんぞ通用せん状況ではあるんだ。故に、わからないから面白い、という状況となる。わからないからこそ妄想しろがある。まあ、うちのチャンネルから妄想抜いたら結構な数の動画なくなるな。故に妄想は続ける。ちょっと今までより思考は変えるけどな。春や夏前の任天堂ソフトのペーパーマリオ RPG やルイージマンション 2HD の発売日は明確になったことで、すでにスイッチで発表する情報は任天堂には現時点でない。とはいえ、ここはスイッチとしては我慢の時としてこれ以上の新情報は当分ない可能性は高い。さすがに例年通りなら6月の任題はさすがにあると思うけど、先ほど言ったようにその今までの予想が通用せん状況ではある。データから推測しがちなマリサさん的には逆張りですね。もう、こうでも言わんと当たる気がせん。そこそこ壊れてはいるわけか。次の任題予想はいずれするけど、データに基づくのはやめだ。ああ、面倒くさいな。私がデータ見なきゃいけないじゃないか。頑張れ、数字に弱い霊夢さん。私としては6月までここから任天堂から大きな新情報がないというのは不安ではある。だろうな。続けてくれ。いつもならここから二言以上あるはずだけど、もう予想することにナーバスではあるんだな。業績は問題ないにしても、5月にあるであろう通期の決算報告付近では、何かあると思っている。私もそのあたりには何かあると思うな。任天堂ミュージアムも正式オープンを告知する段階だろうし。ご両名の敬願ある予想に敬意を表するよ。なんかマジで面倒くさいやつになってきたな。プロレスも含むとはいえ攻撃はほどほどにせなあかんってこと。まあ、私もプロレスといえどあんまり外すと精神的ダメージあるんだよ。胸のない私たちにも痛みはあるということやな。まあ、そういうことだ。そういう予想云々は抜きにして宮本氏にはもう一つどでかいプロジェクトとして、ゼルダの伝説の実写映画化もある。こっちは具体的になれば熱狂も半端ないでしょうね。こちらも含めてアンテナは張っておこう。さて、任天堂関連のお話ではもう一つ。以前にスイッチのエミュレーターであるユズが任天堂から損害賠償を提訴され、開発元が海賊版王侯の助長などの著作権法違反などを認めた上で、賠償金の支払い、エミュレーターのサポート終了などで和解となっていたが、ゲームボーイとゲームボーイアドバンスのエミュレーターのピザエミュレーターズも Google プレイから削除されている。ピザエミュレーターズのディスコードコミュニティ上に投稿された声明で、開発者は、7年間の信じられないほどの開発と冒険を経て、ゲームを削除するという難しい決断を下した、と語っている。これに関してはスイッチエミュレーターユズを提訴したことと関係あるのかな？そのあたりは推測するほかないが、おそらく無関係ではあるまい。でも、ゲームボーイアドバンスは大事に使えばまだまだ使えるゲームハードではあるけど、当然のことながら公式サポートは終わっているし、任天堂オンラインのタイトルもまだまだ少ない。任天堂としてはこういう非公式エミュレーターに厳しく対応しているのは、海賊版とかマジでゲーム業界のために戦う必要はあるんだろうけど、以前も言ったけどいい共存ってやつも考えてほしいと思う。過去ハードとかなら全部任天堂がカバーするのは当然無理なんだろうし。それでも著作権を侵害する温床になるなら、看過できないし、難しい問題ですね。こういうエミュレーターで争点になるのは、ユーザーによるソフトウェアの暗号化を回避して違法にゲームをプレイすることらしいんだが、こういうエミュレーターを利用する可能性のある我々ユーザーも気をつけておく必要はある。毎回言うてることではありますが、エミュ利用するにしてもソフトは正規の方法で入手しましょう。さて、最後は現在大好評の新作のお話。ユニコーンオーバーロードが発売前にもお伝えしたところだが、パッケージ版が品薄の状況のようだ。公式としても3月12日付でお詫びを出している。私は PS5 版をダウンロードで購入したけどこんなに人気となっていたのか。霊夢さんは週末ずっとプレイしてましたね。こういうオーガバトル的なリアルタイムシミュレーションには飢えていたのよ。
1990年代の名作 SRPG の雰囲気、戦術性の継承を目指しつつ、オンライン対戦要素などの要素も盛り込んだ意欲作で、序盤5時間以上遊べる体験版も非常に好評だったからな。王道シミュレーションが好きな皆様には体験版をぜひ遊んでほしいわね。ここで全要素がわかるわけではないですが、編成やらの考える余地は体験版でも体感できます。クリアしてから色々霊夢には語ってもらうつもりだが、難易度についてはどうだ？カジュアルやノーマルではおそらく普通にシミュレーション RPG に親しみがある人にはぬるすぎます。私もまだ中盤ですが、ぶっちゃけ雑な編成と戦略でもストーリー突破できます。この手のジャンルに慣れている人はタクティカルでいきましょう。この手のジャンルをがっつりやるのってオーガバトル64以来じゃないですか？故に私は燃えている。まあ、こういうシミュレーション RPG 好きにはぶっ刺さりな作品であるのは間違いない。しかし、パッケージ版の品薄問題は定期的に良作では発生するわね。これは近いうちに改めて掘り下げたいけどしゃあない部分もある。ゲーム作品のパッケージは出荷した時点でメーカーやプラットフォームの利益となり、よほどのことがない限り返品を受け付けない流通システムと日本ではなっている。このあたりの詳細はこの動画をご確認いただければ幸いです。品薄による機械損失ってのもあるけど小売店にとってはそれ以上に、不良在庫となることを恐れている。私も昔ゲームショップ経営夢見たことあるけど、YouTube 以上に無理ゲーだとわかったわ。霊夢さんに経営任せたら相当偏った仕入れするんだろうな。ダウンロード版があるので品切れの可能性というのを心配する必要はないが、パッケージ版の方が新品でも店舗値引きがあり、究極、クリアしたり飽きたり思ったものでなければ売るという選択肢もある。別に中古を特段おすすめはしないにしても、中古販売があったからこそ日本のゲーム業界は裾野が広がったと思っています。私たちも昔は大いにお世話になりましたしね。まあ、今回のユニコーンオーバーロードに限った話じゃないが、注目の新作ではパッケージ版購入を検討するなら、発売前から気にはかけておきたいところだな。今回は当チャンネルの私的な部分もありましたが、いつも気にしている脱線レベルの日じゃなかったな。まあ、今回の件については今後の任天堂の動向を含め気軽にコメントいただければ幸いだ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。